ボタニックラボラトリーは設立してからちょうど22年目に入りました。正常分子栄養学っていう、その栄養素療法っていう、ロジャー・ウィリアムスっていうファントテン酸を発見した先生の理論に基づいて、商品をこう集めて、でそれを提供しているわけですね。 NPO 法人がんコントロール協会っていうのがありまして、ここでは代替療法という療法をのコンベンションを毎年やっているんですけれども、ご相談に来る方とかっていうのはほとんど患者さんなんですね。一人一人の方の食事の内容とか、どんな栄養が足りないんだろうかとか、コンサルティングした上で、でアドバイスして、そういうところが私たちの、他に真似ができない特徴かなっていうふうに思いますね。人々の健康長寿人生に貢献するため、ここから全てを取り組んでるんですね。寝たきりで長生きではなくて、健康で長生きする、そのための可能は、あらゆる可能を情報を集めて実践していこう、健康長寿人生のために。お喜びいただいているお客さんいっぱい実はいまして、一つはですね、不妊症の若い女性たちで、栄養をきちっといていくとね、ちゃんと妊娠して赤ちゃん生まれるんですよ。こういう植物のエキスですね、あるいはがんの患者さんに必要なカロチンの人参ジュースのエキスとかですね、京都の烏丸和田クリニックという、そこの患者さんたちがね、毎月150人ぐらいこのミネラルを飲みます。これを入れることで、がん患者さんたちが体ね、ものすごいこう力強くなるということでね、非常に喜んでいただいて、これからはね、本当に無農薬でオーガニックのね、そういう食材だけでちゃんとお客様に提供できるカフェをね、作ろうと思ってるんです。これレタスです。グリーンリーフっていうですね、フランスの種でやったものなんです。で、完全無農薬で、この根っこのところまで全部食べられますから、安心して誰でも食べられる、そして美味しいね、野菜を提供してカフェを作ろうと。自分は誰として生まれてきて、誰として生きるんだって予測できないような世の中の展開が起きてますから、そうするとそういう中で、世の中に流されずに、自分は誰として何をなそうとしてるのかっていうね、そういう自分をこう見るってことが非常に重要だろうなって思います。